こんばんは、江戸晴美です。さあ今日もですね、昭和のあの時代のお話、私の中学校時代14歳の時のお話をしたいと思います。さあということで、14歳の時の中学2年生の時、私の学年主任だった男の X 先生のお話をしたいと思います。まあ年の頃で言うと、まあ50ぐらいだったと思うんですけども、オールバックでですね、顔の色がちょっと茶色でですね、ちょっとお猿さんにちょっと似てた、お猿さんに似てた X 先生なんですよね。まあちょっと先に言っちゃうと、私相当苦手な先生だったんです。なぜかっていうとですね、その先生はいつもですね、数学と英語の先生だったんですけども、タバコを吸いながらですね、ペターンペターンってタバコ吸いながら授業するんですよ。考えられます？40年前だったから許されたんですよ。タバコ吸いながら廊下を歩き、ガラガラガラって入ってきたら、ってまず一本タバコ吸うんですよ。考えられないですよね。それでタバコ吸い終わるとですね、教科書しまえって言うんです。いやいや、今から授業なのにいきなり教科書しまえですよ。生徒のみんな教科書出して待ってんですよ。それをですよ、教科書しまえ、どういうことやねんって思うじゃないですか。でその先生がなんで私、まあ、苦手、まあ、はっきりと嫌いだったかっていうとですね、なんかこう言っちゃいけないこととか、あるいは人の心を見透かしたようなことを言うんですよ。でも全然当たってないんですよね。でもそれを自分でですね、言ってやったみたいな、もう本当に嫌いだったんですよ。で言ったら、私言っちゃってあれですけども、まあ成績良かったんですよね。でそういう、例えば中間テストとか期末テストとか、そういう成績って、まあ、1枚1枚この成績順とか、もうトップからビリまで全部名前が書いてあって、でも自分の名前がないところは全部隠してあって、自分が何位だったかっていうのは自分しか分からないんですよ。それとあとテスト点数ね、テストを両方返されるっていうね、習わしだったんですけども、それ言っちゃいけないですよ、他の人の番号とか順位。でもですね、その先生はですね、中間テストの成績発表するとか言うんですよ。いや、どういうことって言うじゃないですか、思うじゃないですか。そしたらですね、1位、いや、なんで言うのって、もうわけわかんないですよ。で他の人のことも言うならいいですよ、私のことしか言わないんですよ。いや意味がわかんないですよ、言う意味が。なんでって、もう14歳の胸はですね、本当にそのため傷ついてたんですよ。なんで言うんだろうって。である時なんかですね、またタバコ吸いながら来て、でその先生はですね、もっとすごいんですよ。なんか例えば男子生徒が悪いことするじゃないですか、そうするとですね、ふーつって自分の履いてるスリッパを脱いでですよ、でその底でパコンって頭叩くんですよ。これ考えられないですよ、履いてるスリッパの底で頭叩くって、これ人権問題ですかね。今だったらワイドショー取材に来ますよ、校長先生謝りますよ。でそういうことがですね、40年前普通に行われてたんですよ。タバコを吸い、そして自分のスリッパで頭をすっぱたくっていうね、こういうことだったんですよ40年前は。でこの先生がですね、またですね、教科書しまえ、いやまたしまうかい、授業やらないかいって思うんですよ。でそのたんびにですね、なんかくだらない話するんですよ。あいつはこうだったとか、ドイツがこうだったとか、もう早く授業してよって思いながらですね、もうそれをまあ見せないようにですね、いつも受けてたんですが、でその日もですね、授業やるけどテキストしまえ、またかいって思いながら、この間の知能テストの結果を言う。いや、知能テストなの結果なんて言っちゃいけないんですよ。本人だって知らない。そういう世界だったんですよ。知能が自分いくつだったんですよ。IQ ですね、いわゆる。それ自分たちも教えられない。教えてもらえないっていうことだったんですよ、当時。でもですね、120。いや、なんで言うんだってね。意味わかんないんですよ。で、ちなみにですね、知能テスト、これはですね、100から100前後が普通なんですよ。だから120って言うと結構ちょっといいんですけど、もそれは嬉しかったんですけど、なんで言うっていうね、他の人のことなんて誰も言わないんですよ。私のことだけいつも言われるんですよ。意味わかんないんですよね。なんで言うんだろうって、もう意味わかんないですよ。で、ある時はですね、私たち自転車通学だったんですね。チリンチリンってね、そうそう、先生方はですね、ってこう歩いてね、登校するんですよ。そしたら、あ、高野さん、言っちゃった。X 先生だって思いながら、チリンチリンってね、さーって行っちゃうわけにいきませんから、はーって思いながら、おはようございますって言ったんですよ。そしたら普通先生はですね、おはようとか返すんですけど、その時ですね、
おはようございますって言ったんですけど、何も聞こえてこなかったんですよね。あれ、なんか私の声がちっちゃかったのかな、聞こえなかったのかなって思いながら行ったんですよね。そしたらまた教科書しまい、やまた教科書しまうんかいと思いながら、なんだろう今度はと思ったら、この中に俺に気に入られようと思って朝挨拶するやつがいる。私？え？江戸？え？お前気に入られようと思って挨拶してるだろう。いやそんなこと思ってないわ。誰がそんなこと思いながらおはようございますって言うかと、本当にもう大嫌いだったんですよ。もうなんかね、全然当たってない人の心の中を見透かしてさ、でタバコ吸いから授業するのにもう大嫌いだったんですよ。でもう14歳の私の心は本当に傷ついて、毎日ですね、この怒りと悔しさをですね、どこにぶつけていいか分かんなくて、もうノートにその X 先生のノート一冊作りまして、大嫌いってね、駆けつけてなんとか平常心を保ったんですよ。悔しい、大嫌い、大嫌い言ったらデスノートですよね。もう本当悔しかったんですよ。でようやく自分の平常心を保って中学卒業したんですよね。でちなみにその先生、私たちが卒業してからほどなくしてですね、その中学にいた、同じ中学にいたですね、先輩のお母さんと再婚しました。いや何やってんだよ、絶対なんかやってたろうってね、もう本当に信じられない時代のお話でございました。よかった、乗り越えて、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そしてグーボタンをお願いいたします。いい思い出でございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。